ジューベルト・アパレシド・ダシューバは、ブラジル・ミナス・ジェライス州出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ブラジルの見えない壁との異名を持つ選手。2002FIFA ワールドカップ、南米予選では全く無名の存在だったものの、本大会では、エメルソンの負傷により、レギュラーとしてワールドカップ優勝に貢献。2006FIFA ワールドカップでも2試合に出場した。 2010フィ f ファワールドカップ南米予選でもプレーした。元ブラジル代表監督、ルイス・フェリペス・スコラーリが発掘した最大のタレントと言われている。アーセナル FC には2003から04シーズンから6シーズン在籍、プレミアリーグ制覇、2回の FA カップ制覇などのタイトル獲得に貢献した。2005から06シーズンはチャンピオンズリーグ準優勝、2006から07。 シーズンは副キャプテンとして34試合で10得点を決めた。2008から09シーズンからはギリシャのパナシナイコス FC でプレーした。2010年5月に母国ブラジルの名門グレミをフブッパへの遺跡が発表された。2015年12月11日現役引退を発表した。ありがとうございます。